2023年収益全額公開、2022年と比べて大幅ダウン。まあ一番伸びたのは葉月の効果発表ですね。国土と大和、上智大学を退学、あったら、で、あとはただ呼び終了。もう聖杯戦争10月だったんですね。じゃあ合計ですね、いくらだったか。始まりました、もてつチャンネルです。さあ皆さんお待ちかねの2023年収益全額公開ということですね。はい、 YouTube の収益発表していきたいと思います。2023年ですね、まあ2022年と比べて大幅ダウンということですね。はい、相当ダウンしている状況ですが、まあそちらどうなったのか、はい、見ていきたいと思います。まあだから2022年がね、明らかにあの坂上さんの受験がすごかったっていうのがわかります。その時のものが相当やっぱり皆さんの印象に残ったというか、で、といってどういう風なね、収益があるのかとかっていうのはね、発表しちゃいけませんので、これがどれとかね、僕が振り込まれた額だけ。で、チャンネル自体は、森哲イングリッシュチャンネルと、森哲さんチャンネルと、ユーテラ授業チャンネル3つやってますから、混ざっているというか、まあ去年はね、そのユーテラに関しては、まあもうクラウドファンディングと広告収入で編集費用を払ってるっていう感じで相殺されてたんですけど、もう今年は、はい、ユキオ先生のね、ユーテラの世界史の授業バズりましたんで、もう一気に収益が上がって、一気に黒字になりましたんでね。その点はあったんですが、やっぱ受験系の動画がね、坂上さんがすごかったっていうのがね、わかります。2022年は。で、23年はどうだったのかっていうと、じゃあまず1月に振り込まれたもの、まあつまり2022年の12月のやつですね。はい。そちらが1165,252円っていうことですね。はい。うわーって思うじゃないですか。おーすげーって思うんですが、これだって去年の半額以下かな、振り込まれた。去年だって234万だったと思うんで、いかにね、坂上さんがすごいかっていうのがわかるんですけどね。まあ、ちなみにまあ、その時の12月の伸びてたのは藤川さんの動画ですけどね。藤川さんのスコア、あったね、トイックスコア東洋ね。はいはいはい。で、まあ、たわしさんだったり、ルーだったり、はずきだったりがね、受験に向けて頑張ってたって感じです。で、これが、まあ、12月で1月に振り込まれたやつ。で、続いて、2023年の1月。1月の収益が134,4792円ということです。はい、まあこの辺は共通テストがいよいよ行われるっていうことですからね。共通テストがありましたので、そこに対してまあたくさんの動画が出ましたね。はい、でまあ葉月とルーの結果ですね。まあ2人とも文系だったんで、もう2日目には1日目の動画を編集してあげられたっていうのあるし、で好評動画がね、英語、数学、国語と上がっていきました。で、たわしさんの共通テストの結果の動画が出たり、で、それぞれ共通テストをね、マリモが解いたりとか、留学グランプリ始まってる。で、ルイちゃんのね、受験が行われてますね。丸井ルイさんですね。で、続いて、2月の収益、今日3月に振り込まれたやつが、139,266円ということですね。はい。まあ、受験始まりましたから、ね、ルイちゃんの結果が出たりとかね。で、それぞれのいろんな大学の公表していき、まあ、はずきが受けていった結果、ルーやハズキが受けてった。で、あとは坂上さんの結果とかも出てますね。トイックのね、やつだね。まあ一番伸びたのはハズキの合格発表ですね。やっぱり立教和学の合格発表で合格しましたからね、見事にね。よく頑張ったよ。まあ10時間以上やってたからね、毎日ね。素晴らしかったと思います、本当に。で、まあ東大の公表とかね、京大の公表、総計の公表。続いて一番収益の高い3月です。はい、今回3月は201,608円ということで、はい、200万円を超えてきました。まあそれでもだいぶ減ってるからね。だって去年は300万超えてたもんね。だからだいぶ受験期のやつ減りましたが、まあ一番伸びたのは田橋さんの合格発表ですね。やっぱりね、東大入試終えましたんで、そこがあり、で葉月の合格祝いとかですね、エフラン山口とか、トイックの、ああ藤川さんは成績公開とかになってるな。結局単位落としちゃってましたけどね。あとはまあ小倉さんのね、受験に関してのコメントとかも伸びてますね。え、続いて4月ですね。4月に振り込まれたのが148,2763円ですね。はあ、140万ですね。なるほど。まあこれはもうユーテラのおかげですね。はい、もうだいぶユーテラがガーンと
と伸びてるっていう感じです。で、どんなのがあったか、ああ、そうですね、ドラゴン細井さんね、英語喋れるのかとかってやったりとか、大学のランキング、トイック平均点ランキングとかって出した頃ですね。コムドットヤマト上智大学を退学あったな。はい、続いて5月が、6月に振り込まれたやつが、118万773円ですね。はい。この辺ももう、ショートですね、基本的には。あ、藤川さん、トフルの結果とか出てるな、この頃。関西外語の編入とかね、あったね。で、あとは、ただ呼び終了とかね。ただ呼びが終わってしまった理由っていうのを、宋先生と話してますね。はい。続いて、6月、7月に振り込まれてますが、128万2169円ということで。ああ、まあ、これは、トイック難しくなりすぎとかね、出てますね。はい。あとは、東大生たちが結構出てきたりとか、あとそうですね、英検が出てるんで、当日に何やるかとかっていうのも伸びてますね。あとはそうですね、ただ呼びがもう倒産しましたんで、はい。それに関する動画たちが、はい、ガンと伸びてる感じですね。続いて7月です。はい。7月は、1689895という形で、はい。まあ、この辺になるとやっぱメインチャンネルの方が伸びてはいるんですけどね。で、もうただ呼び倒産決定っていうのがすごい伸びてます。で、あとは英検の新しい形式がどういうものなのかっていうのを述べてる感じかな。太郎の英作文シリーズが出てるな。まあ、やっぱ英検関係もありますね。まあ、あれからね、ちゃんとただ呼び、なんとか動画を取り返すことができてね、ほんと良かったと思いますね。はい、続いて8月分ですね。9月に振り込まれたのが140万6900円ということで、はい。ああ、関先生のね、エッセンシャルズのやつとか、はい、出していますけど、まあそこまで、なんかこう、ガンと伸びたのはないけどって感じかな。あ、藤川さん留年してる。で、あとやっぱりトイックがどうしてね、こう難しくなってるのかとかね。あー、DHC が出版部門を、はい、閉鎖とかありましたね。これね、もう出版社がなくなるっていう、なかなか衝撃的なニュースでしたね。自分の書いてた本のところがなくなっちゃうっていうね。はい、で、続いて、はい、9月分ですね。はい、10月に振り込まれたやつが、156万6816円ということです。はい。こちらまあ基本的に伸びてるのはショート動画なんですけどね。で、あとは過去の動画がいっぱい伸びてるね、この頃は。ニックの兄弟の動画とか。で、一番伸びたのは9月からの英語長文勉強法と、あと英語ができるようになった勉強法。ちょっと勉強法動画出してみようと思って出してた頃ですね。まああとはただ呼び関係とかね。はい。あ、講師の採用試験についてとかね。あとは英検の新しい級ができますっていう動画も、はい、伸びましたね。で、続いて、11月に振り込まれた10月の動画が、217万6819円。ええー、って思うんですけど、これね。はい、そうです。聖杯戦争ですね。もう聖杯戦争10月だったんですね。ドカーンと伸びましたよね。聖杯戦争、ベテランチバーサス岩井社長勃発とか、ベテランチが岩井社長に謝罪をとかね。こんな仲良しで何日も会っててとかって言われてますから、1日で撮ってますからね、あれね。何日も会いに行ってないから。ということで、それがもうギャーンと伸びたね。ショート動画の筋を英語で言うともめっちゃ伸びたね。英語で筋って何て言うんですか？で、あとはただいま買収しましたんでね。はい。そちらの動画が出ております。まあ、外録チャンネルにね、それで出てたりとかしましたけど、今年はだから最高値が3月じゃなくてね、10月だったっていうね、いかに聖杯戦争がすごい注目されたかっていうのはわかると思いますね。はい、続いて12月に振り込まれたやつが、181万5027円。まあ、11月はそうですね。まあ、東大で講演したりとか、ただ呼び関係の動画。あと LA 行ったやつとか出てますね。で、英検二次面接対策か。はい。この辺が出てるって感じですね。英検の面接になるとほんと上がるとか。あとは授業動画そうですね。これからもうどんどん出ていきますんでね。そちら、トイックのやつとか今ね、伸びてるし。まあ、ただ呼び時代のね、動画。ぜひともね、ただ呼びの方も見てもらって。テキスト買ってください。テキストの倉庫の赤字がとんでもないです。じゃあ合計ね、いくらだったのか。合計が、1852万6480円ですね。これが1年間の合計でございます。はい。でね、まあ、去年が2200万いってたんで、やっぱ大幅ダウンですよ。いや、なかなかやっぱりね、教育系動画難しいと思いますよ。たくさんあるし、お手頃なものがやっぱ伸びやすい。子供たちはやっぱり簡単なものに飛びついちゃうっていうのがね、あるんでね、勉強法とかね、そういうのに飛びついちゃうっていうのが、まあやっぱあるなっていうのは分かりました。ただまあ、ユーテラの方ですね、佐藤育夫先生のすごい長い世界史の動画がガンガン伸びていたので、まあそれに助けられたというか、そちらは65歳以上がメインなんで見てるのがね、なんで長い時間見てくれるっていうですね、そういう感じでございます。はい。だもうちょっとね、授業動画、すごい需要はあるんですよ。高評価とかめっちゃつくんだけど、でもやっぱ子供たちはですね、長い授業とかには食いつかないっていうのが、それが難しい。難しいですね。だからぜひともね、いろんな授業動画出てますんで、皆さんそちら行って高評価、そしてコメントの方も書いてください。コメントつかないとやっぱ伸びない。だから授業動画が伸びない理由のうちの一つはこれだと思ってますんで、やっぱみんななかなかコメントしない。
ていうのが今の問題点だと僕は思ってます。はい、こんな感じで2023年はこんなんでした。2024年どうなるのかお楽しみに、いろいろと、まあ、作戦を練っておりますので、ぜひともお楽しみにしておいてください。はい、ありがとうございました。テキボコチン。